まあ、カレンダーですね、12月20日に、発売となりましたけども、はい、今のお気持ちをお聞かせいただけますか。いや、そうですね、去年もカレンダーを出させていただいたんですけど、今年はその壁掛けと卓上2パターン、そして1月から3月までっていうすごい大ボリュームで出させていただいて本当に嬉しいです。15ヶ月ですよね。そうですね。で、全て衣装が違うということで、はい、それがトータル30カット。そうですね。大変だったじゃないですか。なんかもう着ては撮って着ては撮ってっていう繰り返しだったので、そのチェンジが上手くなったんじゃないかなって思います。でもまあそれも楽しいですよね。いや、楽しかったです、はい、いろんな衣装着て、いろんなヘアメイクをして、いろんな場所で撮影をして、はい、なんかすごくカレンダー撮影っていうお仕事ではあったんですけど、普通に旅行としてなんか楽しめました。何かご自身の中でテーマみたいなものがあったんでしょうか。そうですね、今回のカレンダーは伊勢志摩を巡る旅というので私旅行がすごく好きで、行ったことがないところに行きたいっていうので伊勢志摩をに行って撮影しようってなったんですけど、その伊勢志摩って結構パワーがすごいというかので、それにあやかるというかっていうのも含めてそこに撮影させていただきました。はい、はい、ありがとうございます。さらにカレンダーを受け取ったファンの方とか購入された方が最初のパワーをあやかれたいと思いますね。そうですね、もしかしたらパワーがあるかもしれないので、そういう商法ではないんですけど、はい、ぜひ。今回のカレンダーの出来栄えはいかがでしょうか。まあ、もう100点です。もう2023年もですね、あとわずかとなりましたけども、今年1年振り返ってみてどういう年になりましたか。そうですね、2023年は私がこう向かいたい方向にこう少しずつなんですけど向かえていけてるなっていう感覚がすごくあった年で、こうやってカレンダーも発売させていただいて本当に1年間のいい締めくくりになったなと思います。はい、そして2024年に向かっていきますけども、来年の抱負もお聞かせいただけますか。はい、そうですね、やっぱりその俳優としていろんな作品に出るというのがまず第一の目標で、まあそれとプラスやっぱり私のことを応援してくださってる方々に何かいい報告ができるようにいろんなお仕事を頑張っていけたらなと思ってます。はい、今年もこうやってカレンダーを発売させていただいて本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。たくさんの方にぜひ見ていただけたら嬉しいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。